アウトドアシーズンを前に札幌でキャンピングカーを集めた展示会が開かれています。白石区のアクセス札幌で開かれている北海道キャンピングカーフェスティバルでは、ワンボックスタイプやヤングファミリーに人気の軽自動車など最新のキャンピングカーおよそ100台が展示販売されています。かっこいい、かっこいい。家族とちょっといろんなところに行ってみたいなという。訪れた人たちは車内の広さや装備などを確かめながらキャンピングカーでのレジャーに夢を膨らませていました。この展示会は今日の午後5時までアクセス札幌で開かれています。